げえ。ちょっとこっちから手振ってみよう。いっぱい。あ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ちっちゃい子もありがとうございます。ありがとうございます。すごい奥までいますよ。嬉しい。ありがとう。はい。じゃあ自己紹介しますか。はい、僕たちが、鶴丸優太とレイタピで高速プリンと言います。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すげえ。すごい。でも最前にカメラもあるぜ。カメラあるな。すげえ。これすごい。ちょピースだけしとこう。ありがとうございます。何の時間これ。すいません。あ、日傘。日傘いいですね。ちょっと本当に天気いいから水分補給しっかり。水分補給皆さんお願いします。ぜひ。なんか後ろの方にも美味しそうな屋台がいっぱいありますね。キッチンからイチゴもあって美味しそうだった。すごいね。ちょっと嬉しいね。ちょっと我々嬉しい。今日はコーチャンフォーミュンヘン大橋店さんの20周年記念ということで、おめでとうございます。これはすごいよ。マジですごいよ。20周年って本当に20周年を支えてきた方々ですよ。そうなのかな。多分皆さんのおかげで20年持ったということでね。すごくない。だっていやすごい。本当は僕と同い年ぐらい。あ、同い。あ、もうミュンヘン大橋店さんと同級生。ちょっと後輩。どっちがミュンヘン大橋店だ。ちょっと先輩なんだ。ちょっとだけ。22歳だもんね。まあ、トータルで言ったらその人生、その23歳の代なんで、ね、僕は。でもその人生の濃さで言うとミュンヘン大橋店さんの方が多いかもね。そう、いろんな人と携わってきてるからやっぱりそれは違う。ありがとうございます。いやちょっと、はい、嬉しい。本当に嬉しい。ちょっとこんないるなら一回聞こうかな。あ、いつも聞きましょう、はい、ちょっと今日お客さんの中で、こうちゃんフォーミュンヘン大橋店さんのこと知ってるよって人。知ってるでしょ、それは。知ってるよ、それは。素晴らしい。あげないのもおかしいから、ね、マジでそれはでも。じゃあ、高速プリンのこと知ってるよって人。これが実力差です。こうちゃんフォーさんと高速プリンの差がここで如実に出ました。いやでもちゃんとありがとうって言います。俺あってマジで。いやでも思ったよりなんかしてくれてた。そうそうそう、マジでゼロだと思ったから嬉しいですね。本当に僕らのためにこう来てくれた可能性もあるしね。っていう人もいるのかな。すごいね。そんなありがたいですね。僕ら目当てで来た人いますか。一人いた。お二人。え、本当ですか。嘘です。気を使ってくれたのかな。ありがとうございます。すいません、ね、僕ら普段札幌で活動してる高速プリンと言いまして、はい、ちょっと彼早速なんですけど、はい、ちょっと特技がありまして。僕特技ありますよ。ギャグが得意なんですよ。ギャグいけます。僕はい、ギャグ今何個あるんだっけ。972個持ってます今。972個。これはだったらもう1000個って言ってほしいけどね。いやもうあと28個足りないでちょっと。3の1個ずつ刻んでるな。はい、真面目なんですけど、やってます。ちょっと早速挨拶がてらギャグやってもらっていいですか。ちょっと見てもらってもいいですか。ちょっと皆さん、いいですか。うわ、ありがとうございます。すいません、はい、じゃあ、OK です。はい、いつものだけやらせてください。では行きましょう。鶴丸優斗だギャーグショータイム。服を脱いで卓球するよ、すっぽんぽんピンポン。拍手。拍手でいいの、これ。拍手合ってる。笑いはもういいやさ。笑いはもう諦めたんだ。ギャグありますよ、ほんとに。どん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 やるの。その1個じゃないでしょ。どんどん1個じゃないでしょ。下品な美空ひばりさん。大丈夫か。雨ペロペロペロン。ギャーグショータイム。拍手。拍手で合ってんのこれ。笑ってほしいんじゃないのギャグって。この時間があと6分ぐらい続くために。いやいいよマジで。まあちょっともう少々落ち着きましょう。落ち着きましょう。ちょっとギャグもどんどんもっとやろう。もっとやってよ。972個あるんだから。あります。一個一個出し惜しみすんなよ。もうおろー。札幌ポテトギャーグショータイム。拍手。したい人だけでいいです。もう拍手はすいません。うん、あとだから969個あるんで僕はギャグ。あとこれ彼はい、まあ、972個ギャグあるんですけど。あ、本当にあるから。これそれ番号1番から972番まで番号振ってあるんだよね。ついてます。だからその好きな番号言っていただければ、その番号のギャグを即時にできるという。いけます。特技あります。ちょっと番号聞いて今いいですか。そんな番号お客さんから聞いて。端のお兄さんいいですか。番号777番。パチンコがお好きなんですね。違います。パチンコギャグではありません。残念。これはいやそれはいいよ別に。まあ本当にね、うん、当たり前もありますね。持つなよ。じゃあこれいらないなら。なんで毎回俺に渡すの。777番のね。777番のギャーグショータイム。膝頭タンパリン外れ。いや失礼だろ。外れだろ。あ
ありがとうございます。でもこれさ、はいはい、せっかく番号言っていただいたんで、これ失礼だから。ハズレとか。うわ。謝った方がいいよこれ。お前ちょっと謝るかこれは。うん、あいつ謝ります、すいません。すみません。万、十万、百万、一千万、一億、何でも鑑定だーん。これ華麗なりの謝罪ですこれ。あ、すいません、受け止めてください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。もうレイちゃんもギャグいけんじゃないのこれ。いや、相方もギャグ。僕はまあありあるはありますけど。行けますよちょっと。あ、行きます。じゃあちょっと。行きますかちょっと。いいですか持ってる。まあレイちゃんも相方持ってないのね。はい。ほっ、地本番の乳首当てゲーム拍手どうしたいのこれ、あははじゃないよ、伝わるか、乳首当てゲームって大体このくらいだなってところ、地本番だったら多分このくらいかなっていうギャグでした。相方のギャグに反応ないのって面白いですよ、なんかマジで。だから俺ずっと面白いよ、だから。俺はずっと面白い。俺もギャグやってると思う。ちょっとどんどん番号聞いて。ちょっと番号もらいたい、ちょっと番号。奥の方いいですか、すいません。あ、で、お兄ちゃん手挙げてください。あ、手挙げて。何番？900番。ないです、すいません。あるだろ。972番。900だけない。すいません、ごめんなさい、もう一回。901番でもいい？いい？オッケー、いや、優しい、優しい方。自分の家のペットと人の家のペットを比較する大塚愛さん。題名があるギャグに。隣の家アヒルで私ナウマンゾーギャグショータイム拍手。いや拍手、ありがとうございます本当に皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。歌歌うギャグだったんでちょっとマイク使わせてもらいました。うん、これは何当たり、これは外れです。外れかい、外れ失礼だろって。これ謝ろう、これはせっかく言ってくれたのに。申し訳ありませんでした。上右左、俺の視力は 0.02、 全部間違えてしまった、ここは思った。彼なりの謝罪です。ありがとうございます。ありがとうございます。謝るべき人にはちゃんと謝ります僕は。そうですね、謝るべき。今まで出したギャグはさ、はい、その自信あるギャグのたまたまちょっと自信ないやつ出ちゃった。ないやつ出ちゃった、ちょっと。あ、じゃあもう自分が一番面白いという一番面白いやつギャグやろう。いい、もうこれすいません、これちょっとズルなんですけど。いいですか、すいません、一番面白い、僕なりの自信ある。はい、もういいですか、ちょっとお前さ、今一番面白いやつ、今一番面白いやつ、ちょっといいですか皆さん、ちょっとなんかお客さんの負担すごくない？拍手多いな。いや、ありがとうございます。ずっと座りに聞いてもやめちゃう、動かさなきゃ体は。確かにね。そう、おっしゃ、はい、よし、やりましょう、やりましょう。はい、もういいだろ、これいらないだろ、じゃあこれ。やるぜ。では行きましょう、鶴丸優斗のギャグショータイム。テルテンテルテンテルル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 テルルテルルテルル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 バーセイコーマートバーローソンバーファミリーマート、シンゴジラはセブンイレブンを応援します。ギャーグショータイム拍手。これが彼のマックスです、これが。だからさっきまでとあんま差ないわこれ。うん、精一杯やらせてもらいました。精一杯ね、すいません。いや、ちょっとでも今俺思ったんだけど、はいはい、お子さんとかもいるからさ、ちょっと子供向けのギャグ、ちょっとギャグ小難しいわこれ。小難しい、意外と脳みそでギャグ作っちゃってるから。こんなやつが脳使うわけないぞ。そうそうそう、バカなんかバカなギャグお願い。任せていきましょう、うん、子供たちに向けていきましょう、はい、ではいきましょう、鶴丸優斗のギャーグショータイム。あけっけっけっピッカピッカの握りペッパッギャーグショータイム。すごい険しい顔してるお子さんがいました。全然そういうんじゃ、子供なめんなって言われてます。マジか。はい、じゃあちょっとそろそろ僕ら時間なんでね、その最後もう皆さんのお別れギャグいいですか。もう終わり、もうそうなの、俺も意外とまだいけるかなと思ったら、もう10分経っちゃったもん。もう、うわ、そう。じゃあ最後、うん、もうみんなが好きそうなもうギャグやって、それしよう、もう万人に刺さる。じゃあ最後、じゃあもう僕ギャグやるんでもさ、嘘でも笑ってバーって盛り上がってください。そうです、最後嘘でいいんで笑ってください、お願いします。拍手とかバーってして終わりましょう、はい、なんか万歳とかしてください、お願いします。はい、では行きましょう、鶴丸優斗のギャグショータイム。これがよくわかんないんだよ。ほっほっスパルタ超人やんこギャグショータイム拍手拍手お願いします。ありがとうございます。ということで僕たち川崎プリンでした。ありがとうございました。